はいどうも、今日は東京都新宿区歌舞伎町にやってきています。今日はですね、歌舞伎町で以前も伺ったことがあるラーメン二郎さん行きたいんですけれども、今日は1個テーマがありまして、この前ネットでですね、ラーメン二郎を最高に美味しく食べる7つの方法というものを見つけまして、今日ね一回それを実践してみようかと。この前実はそういうネットの情報で家系ラーメンを10倍美味しく食べる方法、これね見事に的中してすごく感激したので、ラーメン二郎もそういうのあるんじゃないかと思って探したら見つけたんですよね。ということで今からその7つを少しね紹介すると、まずマシマシはニンニクだけということで、ニンニクマシマシのみが1つ目、2つ目は味を辛めはせずに後から卓上にある辛めソースでもし必要な時は追加する。まあこれマシマシがニンニクだけなんでこれも含まれるんですけど、それが2つ目、辛めは後から追加する。3つ目がスープを飲むんだけど、スープ最初に飲むんですけども、レンゲを使わずにもうね直に丼を持ち上げて飲むっていう、これがなんかこう混ざり方の具合でこれが一番いいというふうに紹介されてるんですよね。これもやってみようと。そして4つ目がスープを野菜にかけない。これねいつも自分必ずやるんですけども、その方が美味しいと思うんだけど、今日あえて野菜にスープをかけずにそのままいきます。で5個目、水は飲まない。これ実は自分普段から家系ラーメンでもラーメン二郎でも何のラーメンでもですね、水飲まないので、基本的にほぼほぼ水飲まないんですよ。なのでもこれは普段通りかなという感じなんですけども、水を飲まないのが5個目で、6個目は何かというと喋らない。これねちょっと心配ですけど、もう無言で、要するに口を開くと口の中の空気の感じが変わって味が変わるっていうねことをおっしゃってるんですけど、これやってみましょう、試みましょう。はい、そして最後7つ目は大体5口食べたら帰るっていうんですよね。これちょっと実際できるのか微妙なところなんです。まあこれは本当入ってみて自分が注文するんで、もし美味しかったら食べ続けるし、まあ5口でいいかなと思ったら、要はこの方がおっしゃるには、もうラーメン二郎は腹8分目ぐらいがいいと、全部完食するともうお腹パンパンになっちゃうので、程よくやめましょうみたいな趣旨なんですよね。ちょっとこれもやってみましょうということで、7つ、いざ試してみましょう。それでは行きましょう、こちらのお店。ラーメン二郎新宿歌舞伎商店、大将。今日はそのネット記事の指示通りというか、ニンニクマシマシだけできました。野菜にスープかけてますね。確かにこう麺と野菜分離して食べるの私いいですね。スープもかけずに。
はい、ということで、ラーメン二郎歌舞伎町店さんの今日はラーメンの舞台で行きました。それで、まあ最初お伝えした通り今日は7個の項目を試してみたわけなんですけども、まず最初に、まあ、味からいくと今日は多めはニンニクだけ、ニンニクだけマシマシなので味はそのままなんですよね。でこれはまあ本当お店によって味全然また別物なので、今回はこう歌舞伎町店さんで検証したっていうのがポイントだと思うんですけども、まずねスープは乳化していないキリッとした感じのスープなので、これ元からねその辛めしなくても私自分の好み的には辛めです。要はちょっとしょっぱめというか味が輪郭立ってる強くくるタイプなんで、結局最後まで辛めは後から投入するっていうね、項目もあったんですけども、結局はしませんでした。いけました。辛め後から追加は必要なかったと。でニンニクマシマシはしましたと。そして3つ目スープから飲むなんですけども、まあ、これ普段全マシマシするとなかなかスープ飲めないんですよね。もう物理的に不可能なんで、今日はまあマシマシが野菜してないので普通飲めました。そしてレンゲ使わずにこう丼でいったんですけども、まあ、これは確かに他のラーメン全般そうなんですけども、やっぱり最初スープから行く方が美味しいので、これはもう普通にいいかなと思いました。これ定石って感じですね。そして4つ目なんですけども、4つ目は野菜にスープかけないと。これね自分かなり疑問があって、いやかけた方がうまいだろうと思ってたんですけど、これが意外にいいですね。でこの方がおっしゃるには、ラーメン二郎さんスープが強いので後半になった時に野菜に何もスープがかかっていない方がスープでちょっとこう充満した口直し味を変えるのに野菜はスープかけない方がいいっていう、それが野菜にスープかけない方がいいっていう理由だったので、これ実際にそう的確ですね。今日のスープがまた強めだったということもあって、これ野菜のもやしの味が思いのほかそのままのもやしの味でこんなに美味しいんだなっていうのを実感しました。だから一口目野菜食べた時はこれただのというか、まあ野菜の味なんですけども、やっぱりスープ何杯も飲んだり麺食べた後にもう一回もやしの酢の味っていうんですかを食べると、確かにこれはねある意味理にかなってる、いい食べ方だなと思いました。ただまあ現実的には食べ進んでいくともうねどんどんもやしも沈んでいくんで、結果は後半はもう混ざってきちゃうんですけど、最初のね前半戦なんかこれはかなりいい食べ方だなと思いました。で次水なし、まあ、これは最初言った通り自分普段から甘いラーメン食べてる時水飲まないですよ。よっぽども口の中乾くとかしない限り飲まないので、まあ、これはありかなと思いました。ただまあ一個言えるのはそのスープによって違うので、例えば乳化スープでマイルドの時は水なくてもいいかもしれないけど、今日ぐらい鋭角的なスープの時は、まあ、人によっては水を飲んだ方がいい時もあるかなと思いました。これ確かにまちまちで、水飲むとね余計ニンニクの辛さが倍増して感じちゃう時もあるので、もうこの辺はもうポリシーですよね。なんとも言えませんっていうのが答えです。そして喋らない、これね気づいたら途中ねやっぱねこう普段の癖で喋ってそんなに喋り倒してないですけど、ちょっとねコメントしちゃったんで喋っちゃったんですけど、これどうなんのかな、まあ味に集中するって意味では喋んないのはまあわかるんですけども、食べるとき口ね開いたり閉じたりするんで、ちょっとこれはあんまりこう検証としてはどっちかよくわからないみたいなとこが本音です。で最後、だいたい5口食べたら帰る、全然無理でした。これね今日ね普段全マシマシ食べてるのもあるけど、全く腹8分目どころか全然余裕でいけたので、まあだから無理して食べる必要はないけど、まあこの5口、まあ、この書いてる方もニュアンスだね、例えて書いてるんだと思うんですけど、これはちょっとないかなと。なので、この7項目の中で自分がね一番やってよかったなと思ったのは、もやしにスープかけないっていうのは全然思ったことなかった。むしろ絶対かけた方が美味しいだろうと思っていつもそういうことを自分も言ってましたし、いや、 やってみたら意外とあうまいなって思いましたね。かな。あとは確かにスープ飲める状況であれば最初飲むのはいいです。これはねおすすめでした。ということで今日この7つの項目試してみたんですけど、やっぱ面白いですね。あとはこれはこの食べ方もその店舗によってかなり元のスープとか麺の感じによって随分違うと思うんで、これはやってみる価値があるかなと。でだんだんやりながらおいおい、この今日は最初だったんでこの方の指示に従ってというか、まあ喋っちゃいましたし、5口どころかもう食べたんです、完食したんですけど、
これ以外のね、項目をちょっとね試してみてもいいかな、自分のアレンジを加えながら。これ面白いなと思いました、うん、特に今回はもう鋭いスープだったんで、こう乳化の柔らかい、例えばもう横浜館内さんなり、どこだろうな、まあ、柔らかめのスープのところでやってみるとまたこう全然違う結果が得られるんじゃないかなと思いました。はい、ということで今日は面白い一杯でした。ありがとうございました。